おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日の放送はね、自分の選択であらゆるものを決定して想像して結果も自分で持ってこれるっていうことなんですけども、一つはですね、AI の美空ひばりさんがね、新しい歌あれからっていう曲をリリースして、まあ、それに対して山下達郎さんとかね、毒蝮三太夫さんがあんなのはね冒涜なんだとかね、本当にリスペクトしてない人がやってるんだっていう意見がありますけどもね、まあ人の考え方それぞれなんで当然そういう意見もあるだろうなと思いますけども、 AI の美空ひばりさんが気に入らない方は別には見なくてもいいと思いますし、わざわざそれに対してね、せっかく感動してる人に水を差すこともないかなと思うんですよ。まあ総じて言えるのは、まあ自分の主張を繰り広げるためにですね、もっともらしいことを言うのが人間の性質なのかなと思いますし、日本人の国民性としましては、誰かが何かやったらとにかく批判してみるということですね。批判することによって自分はこんな見方ができるんですよっていうふうに自分の賢さを誇らしく語りたいようなね、そんな特質があるのかなと思います。まあ私もその一人なのかもしれませんけどもね、どちらにしても AI の美空ひばりさんが面白くないなと思えば別に関わらなければいい話ですし、 AI でもいい、何でもいい、美空ひばりさんのどんなかけらでもいいから欲しいっていうね、真摯な気持ちがある方はまあ見に行けばいいんじゃないかなと思いますし、次回作に期待すればいいと思うんですよ。そこでですね、ああいう AI の美空ひばりさんは結局ビジネスだ金儲けでやってるんでしょっていう方がいますけども、まあそういう面もありますよね。やっぱり人に喜んでいただいて、それがビジネスになっていくんだったらそれに越したことないです。もちろんね、それを無償でボランティアでただ喜んでいただくためにやるっていうのも美しいと思いますよ。でも何を美しいと思って何に集まっていくかっていうのは人それぞれなんで、じゃあ AI の美空ひばりさんが有料で CD が出ます、それに対して共感する人が買うっていう現象まで指さして、お前らは本物のファンじゃないっていうことがね、さあどうなのかなと思いますね。私もこういうふうな、ね、ジョジョの格好したりね、宇宙戦艦ヤマトが大好きだったりとか、あと先日は男がつらいのトラさんのね、仮装しながらいろんなイベントをしたりとかね、慰問に行ったりするんですけども、そういう姿を見てね、お前がトラさん語るなっていう人もいるんですよ。まあ、これはね、ネット上で書き込まれるんですけども、私の動画のコメントとかに、お前トラさんのこと言えるような人間かと言われるんですけども、いや、まあそうだよね、と。確かに、私は誰の権限もないし、自分が個人的にこういうふうにね、自分のアカウントで言ってるだけなんで、確かに、まあ自由な発信はさせてもらってるけども、まあトラさんに関してね、それほど通でもないですよ。ただそれだけなんですよ。一意見です。ファンとしての一意見です。だから最も困ったのはファン同士が対立することなんで、私はその対立には参加しないかなと。いろんな意見があるんじゃないですかでいつも終わるし、本心からそう思ってるんですよ。おはようございます、キラさん。この前吉川晃司良かったですよ。だから吉川晃司さんのコピーバンドも、お前が吉川晃司語れない歌ようなよっていう人もいると思うんですよね。でもそういうものももうぶっ飛ばしてね、いや俺は自分の表現するんだっていうのがロックンロールじゃないですか、吉川晃司じゃないですか。もうだからね、自由にやればいいと思うんですよ。でいちいちね噛みついてくる人なんてね、もうね無数にいるんで、まあ勝手にしろってことですよ。だから私たちは自分を幸せにするためにね生きていけばいいんで、人の迷惑にならなければね。でなんか表現するのが迷惑っていうんだったら、別にそこをクリックして見なくても再生しなくてもいいわけですから、じゃあ金輪際私のところに来ないでくださいとかね。この前のね、キラさんのライブ、吉川晃司のエロスっていうバンドだったんですけども、ここのねやっぱりね、このキラさんが行くんだったら、出るんだったら楽しみに行くぞって気持ちで言ったら楽しいことぞろいなんですよ。ケチつけに行ってやろうかなと思う人は、そもそもその時間もったいなくないですかって話なんですよね。わざわざ自分が不快になるためにどっかに行って、そして不快になったからしめしめと思ってその人を攻撃するっていうのは何にも生産しないんでね、まあでもそれがね、人を攻撃するのが大好きって方もいるんで困ったもんなんですけどね。まあどちらにしても私はね、この前のエロスのコンサート良かったなと思います。さあそれではですね、今日の速稼塾の更新情報なんですけども、例のやつに付け加えまして、カジノの案件の申し込み URL、 これもね、リリースされましたんで、しっかりとご覧ください。それではいってらっしゃい。